を起こしてしまう恐れとかもありますので、針のところに包丁目を丸く入れ、こういうふうにやってますけれども、まあ、ただこれ刺し捌きですね、はい、まず最初締めてます。こちらの首をですね、まあ、ひっくり返してあげて、まあ顎のところに包丁を引っ掛けてこのようにして外していきます。はい、はい、まあ、これ最初頭を外します。よくまあこれで外してその、まあ、血抜いて、まあ、血飲んだりとかもありますけど、僕の場合あんまり血は使わないです。血の中に結構その微生物がいたりとかして、まあ、食中毒を起こしてしまう恐れとかもありますので、あまり僕は使わないようにしてます。はい、で今こちら血を抜いて、まあ、よく洗ってます。で続いてこちら頭の部位の処理に入るんですけども、こちら一番最初に顎のところに包丁目を入れます。まあ、ちょうどこの顎のところ、V の字に、包丁を入れていきます。そうするとその、まあ、顎がカパッと外れますので、そこから頭を外していく感じになります。ここに骨があるんですよね、三角。そうです。でちょうど最初の伸ばすとこもこの顎に引っ掛けて、そうです、みたいな感じですよ。はい、これさ外しちゃえば噛まれる心配もなくなります。はい、頭だけでも噛みついてくる子は噛みついてくるので気をつけて取り扱ってください。はい、でこのすっぽんなんですけど、だいたい旬がだいたい、まあその、冬眠前ですね。冬眠前が美味しくなったりするので、冬眠前、それとあと冬眠後ですね、がいっぱい餌を食べて美味しくなる時期なので、でちょうど今はこういう時期内で冬眠後で美味しくなってるんで、僕らは今使ってます。ちょうど5月ぐらいですね。はい、続いてこちら、甲羅ですね。甲羅とエンペラを分ける作業になります。ちょっとこのエンペラの、周りのところに包丁目を丸く入れてあげると外れます。これって硬いとことそうじゃないとこが分かるってことですか？そうです。ちょうどその、まあ、そのエンペラの部分は柔らかくて、甲羅の部分硬い、まあ、甲羅の部分は骨になってますので、そこは硬いので入りません、包丁が。なのでそこに沿って、まあ、ちょうど丸く甲羅がついてますので、はい、なんとなく頭の中でイメージしながら包丁目を入れてください。はい、でこれでもう間もなくその包丁目入るんですけれども、その後は、まあ、手で剥がしたりだとか、はい、やっぱ手で剥がしづらかったら少し、包丁で手伝ってあげながら剥がしていきます。はい、なるほどですね。はい、すっぽんはすごく体にもいいですし、まあなかなかこれを自分でさばくってことはできないと思うんですけれども、はい、食べる機会があればぜひとも食べていただくと、まあ、お肌にも、まあ、コラーゲンたっぷりでお肌にもいいので、よくまあ漢方なんかでそのスポンエキス使ったりとかもしてると思うんですけれども、はい、本当に 体にはいいです。でこのスポンっていうのは基本的には、爪、それとあと甲羅で胆の膀胱、はい、この4つ以外は全て食べれます。なるほど。はい、まあ、だから卵ですとかそういった部分も全部食べれるので、まあ、捨てるところがないんですね、食材として。まあ、他の、ね、食材もまあ捨てないでっていうと、まあ結構いろいろあると思うんですけども、すっぽんもまあそういったほとんど捨てるところがないので、はい、全部美味しく食べていただけると思います。うちの場合あれですもんね、全部でこう出汁を取るみたいなやり方してますよね。そうです。はい、まあ、捨てるところは捨てて、はい、甲羅が、はい、この感じで甲羅が取れます。ちょっとまだ生きてたから、はいね、美味しく食べてあげないといけない。はい、でこれ甲羅外れたら続いてこちらこの内臓系を外していくんですけども、僕今回これ最初にこの卵ですね、はい、これ黄色いの卵なんですけど、この卵から外しました。でその後にまあこれ全部取るんですけれども、この時気をつけていただきたいのが、胆のうです。胆の膀胱がこれでついてるんですけれども、それを目で見て、まあ、胆のうは緑色してるのですごい分かりやすいと思います。普通の魚と一緒で、はい、まあ、魚と一緒で苦玉と言われる部分なので、もう万が一傷つけちゃったりするとその苦玉が全体に、まあ、ついちゃって味が、まあ、苦くなったりするので、もし万が一切ってしまった場合はもうすぐきれいに水で洗い流してください。はい、
でこれ今膀胱ですね。今のは膀胱、はい、膀胱ですね。そちらの尿が入ってたりするので、それもあの身につい、あの破いてついてしまうと臭くなるので、なるほど、そこもすごい注意が必要です。膀胱分かりづらいですね。膀胱は何度か見てもらった方がいいですね。膀胱はちょっと分かりづらいかもしれないです。ちょっとあの黄色っぽい、薄い黄色色してますね。でちょうどその尻尾とかあるところ の, あの下にあるんですけれども、はい、結構内臓の下とかに隠れてるので、最初は慣れるまでは分かりづらいと思います。今これこちら内臓を外しましたね、はい、そうするとこんなような感じに、まあ、全部分かれるので、続いてこれあの今ひっくり返したんですけども、これちょうどあの後ろのところにも骨が、ちょっと十字っぽくついてます。それに沿って、こちら今後ろ足の方ですね、外してます。これもちょうどその後ろにその十字型にその骨があるので、それに沿って外していく感じになります。お腹側の甲羅みたいな、ね、そうです、はい、ここもちょっとあの手で触ると硬いのですごい分かると思うんですね、はい、でそうするとそれに沿ってあの手足は外す感じになります。でちょっと今後ろ足2つくっついてる状態でカットしたので、あのちょうど今真ん中で切って、まあ、取り扱いやすくしております、はいはい、で続いてこちら、手ですね。手の部分もこちら、ま、あの 骨に沿って切る感じになります。これは先ほど言ったのがあのちょっと十字っぽくついてるので、ま、沿って取っていく感じになりますね、はい。ま、基本的にはなんかそのやっぱりあの魚と一緒で、骨に沿ってっていう感じになります。でもしこれ、ま、骨に沿ってとか分かんなかったら、もう本当にこの表にしてそのまま取ると、別にそのなんか他の部分がくっついたらダメとかそういったのもないので、基本的に全部食べれちゃいますし、火に入れた時に簡単に手で剥がれるようになっちゃいます。うん、だからもしそのここからそのさばきづらいとか思ったら、そのままもう火入れちゃえば手で簡単に外れるようになります。あ、なるほどですね。一応これはまあ今食べやすくやるので、こういうふうにやってますけれども、まあ、ただこれ刺身で食べるとかそういったことをする場合はこういうふうに丁寧に剥がしておいてあげると、扱いやすいのでいいと思います。あ、この肉のところを食べるわけですもんね、はいはい、基本的に、まあ、外で食べるっていう時には鍋にしたりお吸い物にしたり、まあ、すっぽんはすごいいい出汁が取れるので、そういう食べ方することが多いんですけれども、はい、刺身、はい、こんな感じで、はい、ばらけましたね、はい、はい。